どうもスカイです。今回はこちらスリーピングキャッスルのメタルアースを組み立てていきたいと思います。こちらの方は香港ディズニーリゾートの方で購入してきました。パーツの方がメタル2枚入ってまして、一応完成予想図がこんな感じで、でちなみに、値段が138香港ドルです。はい、このメタルアースなんですけど、皆さんご存知かもしれないですけど、結構作るのは簡単で、穴に突起を刺してそれを折り曲げるっていうのと、刺したやつをこうねじる、この2つで固定していって、組み立てていくというような、ものになっております。で今回はスリーピングビューティーキャッスルです。いろいろスターウォーズであったりとか、東京ディズニーリゾートといえばシンデレラ城なんかもシリーズで出ておりますので、またご興味がある方はぜひやってみてください。では早速解凍して、組み立ての方を行っていきます。はい、ということで、早速開封の方してみました。開封すると、メタルのシートの方が、こちら2枚と、作り方の説明書が2部入ってます。こちら説明書なんですけど、こうカラーになってて非常に分かりやすいですね。比較的初心者の方でも簡単に作れるようになってますね。てな感じで、では早速作っていきたいと思います。完成しました。結構ね、時間かかりましたね。ではちょっとじっくり完成したものをレビューしていきたいと思います。まずは外観を、見ていこうと思います。まず正面ですね、こんな感じです。じゃあちょっと回してみますね。ちょっとアップで見てみましょう。
like my friends, you are nothing like them. Oh. How could they say I was broken? How could they say you made me come home?横もこんな感じ。結構ねパーツがね多くてね、結構精巧な作りしてますね。後ろです。こんな感じです。結構この旗の感じとかかなりリアルで再現性がすごい高いと思います。ちょっとねやっぱね素人が作るんで結構いびつになっちゃうんですけど、まあでもそれなりに形になったんじゃないかなっていうふうに思います。ね、過去にあのスターウォーズの R2D2 だったりファルコン号、ミレニアムファルコン号ですね、なんかのやつはやったことがあって、ちょっと今回香港に行った時に、あこれ絶対見た瞬間にあこれ絶対買おうと思って買いました。で実際やってみてかなり時間がまあ 4,5 時間かかっちゃったんで、結構難易度は高かったですね。はい、まあこれはスリーピングビューティーキャッスルなんですけど、まあ、今現在が市販されているのがシンデレラ城とかあるので、まあ、そちらの方がまあ割と近いのかなというふうに思いますね。なので、まあ、ぜひ、まあ、興味がある方は、まあ、シンデレラ城の方からまずはやっていただいた方が、まあ、いいのかなというふうに思います。結構ね、このシリーズが出てまして、本当スターウォーズとか結構好きな人はかなり楽しめるシリーズになってますね。スターウォーズだけで多分10種類近く出ていると思うんで、ぜひやってみてほしいと思います。はい、ということで今回は、スリーピングビューティーキャッスルのメタルアース 3D メタルモデルキットのご紹介となりました。ちなみにこれはディズニーパークスの、商品になりますので、パークスなので、ディズニーストアであったりとかそういうところでは購入できなくて、まあ、世界のパークで、しか買えない、商品になっています。ではこんなところで今回は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。